花草人の尾関純子です。今日はオアシスパークさんのこれ何でしょう。これはタイタンビカスなんですけども、タイタンビカスを一度掘り上げて株分けをします。結構大変なことになるかなと思いますけど、はい、掘り上がりました。これを半分に割っていくんですけども、ノコギリで切らないといけませんね。3個に割りました。これを1つずつにしてまた植え付けますよ。はい、穴を開けて堆肥とマグアンプとそれからこちらの粉を、はい、入れます。魔法の粉よいしょ。で、よく混ぜて、もともとの土とね、よく混ぜますよ。はい、ではここに掘り取って株分けしたタイタンビカスさんを入れますが、このふっくらと膨らんでるとこ、ここが新しい芽です。こことかこことか今年の新しい芽になってきますよ。からちょっと深めに植え付けます。はい、これで土を寄せてきますよ。はい、今年も大きな花をたくさん咲かせてね。隙間もしっかり詰めて、これでたっぷり水を与えておきます。水を与えた後、バーク堆肥でマルチングしときますよ。オアシスパークさんのタイタンビカスの株分け終わりましたよ。一度掘り上げてから分けるのはとっても至難の技なので、掘り上げる前にスコップで割っておいて半分だけ掘り取るっていうのがいいかな。頑張れる方はぜひ株分けしてみてくださいね。花草人の尾関純子でした。またね。